元日の能登半島地震から今日で半年です。断水などさまざまな課題が突きつけられたこの地震では、道路の寸断などで孤立した集落もありました。高知でも南海トラフ地震で同じような事態が想定されます。今日はドローンを使った空からの支援を考えます。空から見たその海の美しさは言葉を失うほど。青い。出てくるのはこの一言のみです。大月町柏島。高知では言わずと知れた青さを持つ海で、さまざまな海の生き物を見ようと全国からダイバーが集まります。海水浴客も多く、夏のシーズン中には1日に住民の倍以上の人が訪れることも。この豊かな海とともに人々は生きてきました。そんな柏島ですが、海に近いからこその課題もあります。それが自然災害。特に南海トラフ地震による津波被害の想定が深刻で、町によると柏島には10メートルを超える津波の襲来が予想されているんです。そして住民たちが陥る可能性が高いのが孤立。柏島までの道のりは山際を通る一本道が続きます。実際に2018年の西日本豪雨の際には、山から巨大な岩が崩落し、一時的に道を塞いだこともありました。もうね、橋切れたらここは孤立やと思いますよ。出ていけれんもんね。寝袋やらちょっと足掛ける毛布とかの膝掛けとか食料をね置いて、自分に身に何日か着れる洋服とお薬と食べ物とは備蓄してます。その備蓄先というのが高台にある防災活動センター。避難所ではなく津波からの避難場所という位置づけになっていますが、孤立を想定し、去年から各世帯ごとに必要な物資を衣装ケースに入れて保管しています。元日の能登半島地震を受け、取り組みは加速しました。能登半島の立地条件考えたら、非常に立地条件が2回やってますんでね、津波が来たら全てなくなりますんでね、海も自分たちの家にあるものまでなくなるわけですから、その時に山にどうしても備蓄するものを保管しておかないとですね、みんなが命の問題が出てきますんでね、そういったことから皆さん始まりましたね。地区として進める孤立対策。しかし孤立解消に向けた道路警戒や、時期によっては観光客の避難者も予想されるなど、孤立した集落を支援するための課題は少なくありません。孤立集落支援の新たな可能性を探る実証実験が行われます。使うのがこちら、物資搬送用ドローンです。高知市の IT 関連機器販売店エレパが所有する物資搬送用のドローン。重さ30キロまでの荷物を吊り下げることができ、最大で16キロの飛行が可能です。県内各地の市町村にドローンを活用した孤立集落支援を提案していて、この日行われた柏島でのフライトが初めての実証実験となりました。高い山の横のところ、こっちの方向です。実証実験には役場の職員と柏島の住民も参加しました。離陸した展望台から防災活動センターがある高台までおよそ 1.5 キロを飛行。
吊り上げた箱を地上に下ろし、無事着陸です。はい、じゃあ皆さん近くお近くにどうぞご説明しますので。ほとんどの人が物資搬送用ドローンを目にするのは初めてです。エレパによりますと、通常ドローンによる物資搬送についてはさまざまな規制がありますが、災害時、警察や自治体からの依頼があれば飛ばすことはできるといいます。エレパが提案しているのは、孤立の状況を確認するための通信手段の確立。衛星通信ができる機器をポータブル電源やタブレットと合わせて運び、その後孤立地区ごとに必要な物資や薬を支援しようというプランです。通信手段が確立できてないと、その地区その地区の課題とか問題とかって把握できないですよね。あと想定していなかった物資が必要になることもあり得ると思います。何が本当に今必要なのかっていうのを把握するのに必要なのが情報ですよね。操作性、安全性、オペレーションの技量、役場の職員、そして地区の防災に関わる住民たちからは質問が相次いでいました。道路が通れなくなり、津波によって船でも近づけなくなったら、空からの支援という新たな選択肢に実証実験を見学した大月町は、沿岸部の海岸集落というのはアクセス道が本当にこう1本か2本しかなくて、で、まあ、ほぼほぼこう山を縫ったような道なんで、まあ土砂崩れとかいうところで、まあ、道路閉塞されるというところで、どうやってこう被災したところで命をつないでいけるかということを、こう今からさらにこうまた一段上の対策を講じていく必要があろうかと思ってます。本当に手段としてはもう大変こう最後の手段になろうかとは思います。ただこれを運用運営していくため の、 そのオペレーターの育成であったりとか、またその災害時にどんだけ確保できるかというような課題もあろうかと思いますけれども、まあ防災対策のこう一つとしてですね、まあ今後組み込んでいくようにまた考えていきたいと思います。実際にこの現場を想定したロケーションの場所で、実際に飛ばしてみるということがやっぱ一番重要です。でこれの積み重ねがその発災時といいますか、有事の時の迅速な行動に結びつくと思っているので、まあ、こういう機会をどんどん増やしていきたいなというふうに感じた次第であります。一方、区長の広瀬さんは支援の一つとして貴重な方法としながらも、機能のさらなる進化に期待したいとしています。今現状に置いている物資がある程度1週間とか5日とかそういうものがあれば、とりあえずすぐにどうこうということはないでしょうけど、やはりどうしてもドローンの飛行時間だとか、いろいろ運ぶ重さだとか、そういったものの改良をしていただくような状況になってくれば、柏山地区の方でも使えるんじゃないかなと。ああいったものが非常に貴重なものになるんじゃないかなと感じています。能登半島地震でこれまで以上に浮き彫りとなった孤立集落への対応、地区としての備えや行政からの支援など、さまざまな方法が模索されていますが、空からの支援も新たな選択肢となりそうです。